ウダイプルは、インド北西部のラージャスターン州に属する都市である。ウダイプル県の行政庁所在地。アフマダーバードの北東、約200キロメートル、アラーバリー山脈南東部の標高約750メートルの丘の上にあり、ピチョーラー湖に面する。北西インドとアラビア海島を結ぶ交通路上の用地を占める。公用語は、ヒンディー語、人口は約60万人。 ウダイプールと英語風に発音されることもある。古藩の宮殿都市であり、街並みは白い建物の景観が美しくホワイト式とも呼ばれている。ウダイシング2世、プラタプシングキバズをムガル帝国の第三代君主アクバル一世の時代、ラージプートの各王国に標準するよう呼びかけていた。他の王国はムガル帝国の強大な力の前に屈指標準を受け入れたが、 ラージプート族の中でも最も高貴な思想リアー、氏族に属した、メイワール王国だけは、頑強に対抗した。メイワール王、ウダイシング二世は、ムガル皇帝アクバルへの服属を拒否したため、1567年に、首都チットオルガルを包囲された。メイワールのラージプートたちは、アクバルを何度も死に、追い詰めるほど、徹底的に抗戦し、再三にわたる、 幸福の勧告に目しなかった。落城が決定的になると、8000人の死傷族をまとった、戦士たちが城門を開いて撃って出ると同時に、木内の数千の婦女子は、純血を守るために家中に目を投じた。数字にわたる攻防で、廃色濃厚となった時、また数千の兵士が出陣して、打ち死にをしたという。翌年2月に、首都は陥落した。 一方、落ち延びた、ウダイシング二世は、チットオルガルから約115キロメートル離れた土地に、新しいメイバール王国の新しい塔を築いた。これが、現在のウダイプルである。町の名前は、ウダイシング二世の名から付けられ、プルは、ヒンディー語で都市を意味することから、ウダイの都市という意味になる。山に囲まれた、ウダイプルで、川をせき止めて、 ピチョーラー湖やファテーサーガル湖など多くの人造湖を築いた。湖は隣の湖とつながり水量を調節するようになっている。水理の模範ともなるこの湖考えにより長く繁栄してきた。1572年2月、地中大神宮2世が死亡したことにより、その息子プラタップシングが王位を継承した。引き続きムガル帝国に抵抗し続けた。 プラタープシングは、強大な帝国に対して、他のラージプート諸国の援助もなく、戦い続けたハルディガーティーの戦いで、メーワール軍は奮戦し、一時は帝国軍を混乱に陥れた。だが、アクバル自身が率いてきた援軍が到着し、不利を悟ったプラタープシングは、アラーバリー山脈地帯へ撤退、大半のメーワールの土地をムガル王朝に奪われる。 しかし、プラタープシングは、チットオルガルを取り戻すまでは、贅沢もせず、金銀の食器も使わず、草の上で眠り、ゲの先を上に曲げることもしないと復讐の誓いを立て、ゲリラ戦に戦法を変えて、ムガル軍に抵抗し、ついにチットオルガルとマンダルガル以外のメイワールの土地を、取り戻すことに成功する。プラタープシングのゲリラ戦法は、後に、アフマドナガル王国の武将マリクアンバル、 そしてマラーター王国の創始者シバージーに受け継がれた。その後、栄領下にも同伴王国の首都として存続した。メーワール王国の歴代君主たちは、ピチョーラー港を見下ろす宮殿を中心に、調和良く歴史的建造物を建設し、東洋のベニス、湖の戸などと呼ばれ、その美しさが称えられている。ラージャスターン州南部の行政、商業の中心地である。 ピチョーラー湖に望んで壮大な王宮が立ち並ぶウダイプルは非常に暑い夏、モンスーン期間とやや涼しい冬と3つの主要な季節がある。気候は熱帯性気候で夏は高水準の湿度と気温は40度近くなる。6月からのモンスーン期間になると激しい雨が毎日のように降り、冬の11月から2月まで期間は20度前半から20度。 後半までの気温で夏よりも過ごしやすい。ウダイプルの建設と同時にうだい神宮二世により建てられた。メーワ和ルオは他のマハーラージャとは別格でマハーラーナーと呼ばれている。ピチョーラー湖に望んで当時の壮大な王宮が大理石、花崗岩で建てられ今に残る。ピチョーラー湖中の小島には白亜の大理石で建てられた宮殿。 1743から46年にジャガトシングが秘書地、ジャグニワース宮殿として建て、後にバグワットシングが、ウダイプル発の高級宮殿ホテルに改装し、湖の中に佇む白く輝く美しい宮殿ホテル。19世紀、サジャンシングによって、モンスーンになると、ピチョーラー湖の水位が上がるため、その時期に滞在するために建てられた山の頂上の宮殿である。 後に、モンスーンの雲の観測に使われた。18世紀、アマルチャンドゥバードアー首相が建造し、イギリスからの独立後に、博物館になり、館内には、マハーラージャの伝統的な品々や、音楽の生演奏、伝統舞踊のナイトショーが行われる。ピチョーラー湖の小島の上、1551年に、アマルシングにより建設が開始され、1620から28年、 カランシング2世が継承し、1628から52年には、ジャガトシングによって、最終的には完成。完成に導いた、ジャガトシングに敬意を表して、ジャガトマンディルと命名された、王族の秘書地として使用された宮殿。1651年にジャガトシングにより建てられた、ビッシュヌ寺院。壁面や外装に神々の彫像がある、ウダイプルで最大のヒンドゥ寺院。 ラジャスタンの伝統芸能の一つ、操り人形劇の博物館。マハーラーナーが作った18世紀初めの造園。ファテーサガール湖の東岸に位置し、王族の娘たちや次女たちが、ピクニックにやってきた場所。噴水や大理石製の像の彫像、咲き乱れる色とりどりのブーゲンウィリアの花が美しい、庭園派水池などが綺麗に配置されている。ウダイプル王家の墓池で、ドームを乗せ、 外部に開放的なチャトリー軍が残る。本来、ヒンドゥー教徒は墓を作らないが、イスラムがやってくると、王公のために墓廟を建てる習慣が持ち込まれた。また近くのアハール博物館には、紀元前1700年前のインダス文明の出土品、10世紀に制作された仏像などを収蔵する。ありがとうございます。